人との最適な距離感を保つ方法。精神科医カバ沢翔のカバチャンネル、今日は北海道余市町からお届けしています。今日は質問いただきました。チアーさん、人間関係には距離感が大切と言いますが、どのように心地の良い距離感を測ればいいのかいまいち分かりません。カバ沢先生はどのように人との距離感を測っていますか？人間関係の距離感というのは非常に重要でございます。距離感が遠すぎると仲良くならないし、距離感が近すぎると相手の悪いところが見えてきたりですね、いろいろ喧嘩が増えてくるってことが多いです。よく言うのが山嵐のジレンマっていう心理学用語があるんですけど、冬の寒い夜に2匹の山嵐がいましたと。山嵐は寒いから近寄って互いに温めようとしますが、近寄りすぎるとお互いの針が刺さって痛いです、血が流れます。だけど離れすぎると寒いです、近寄ると痛いです、ということで針が刺さらないギリギリのちょうどいい距離にお互いが寄り添うと、とても暖かくて心地よい状態ができましたっていうのが山嵐のジレンマですね。人間関係には適切な距離感が必要であるということを例えている例でございます。この例が分かりやすいんですけども、近寄ったり離れたりしながら試行錯誤しながら人間の心理的な距離感というものを探っていくしかないっていうことですよね。この山嵐のジレンマってことが示す内容は、もう一つ、人間との適切な距離感は人によって全部違うっていうことをまず前提として理解していないといけないと思います。 A さんとの人間の距離感を測ったとしても、それは B さんや C さんや D さんに適用できるかというと絶対適用できないわけですね。だって A さんとは1年前に知り合ってるかもしれないけど、その距離感を今日初めて知り合った B さんに適用することは不可能ですね。親密度が高まれば高まるほど人間関係の距離感というのはどんどん狭まってきますし、初対面の人だと距離感は遠いわけですね。そこにずかずかと入り込んでいくと嫌われます、あるいは不快感、恐怖感を相手に与えるということですね。その心理的距離感というのは動物的な本能でいうとこの縄張り意識というつながってきます。なので自分の縄張りにずかずかと入り込んでこられると異常な不快感や恐怖感を呈するということだよね。逆に言うと、すごい親しい友人であるとか恋人やパートナーっていうのはいつも近くにいてほしい、むしろ遠くに離れちゃうと寂しいわっていう風になっちゃうよね。ということで、適切な距離感は人によって全部違います。あなたの周りに例えば友人や職場の仲間やいろんな人が100人いたとしたら、100人100通りの距離感が存在するわけですね。それを一つの距離感で処理しようとしてるんじゃないかっていうことを、私は今日の質問とか他の人との会話とかを通して感じますね。人との距離感を取るのが下手ですっていうことなんですけども、うまいっていうのはだから試行錯誤しながら随時その相手の距離感を見極めていくってことですよね。その距離感の取り方は簡単で、遠くから始めて徐々に近づいていくしかないですよね。それはね、いきなり近づくと必ず 100% 嫌われますから、それはこれはもう心理的な法則ですね。なので徐々に遠くから近づいていくっていうこと、キャッチボールと同じなので、ボールを投げない限りボールは返ってこないです。人間関係っていうのはキャッチボールと同じなので、ほとんどの人はボールを投げないで待ってるんですね。相手がボールが投げないか投げないか投げないかなってずっと待ってて、投げてくれる人もいるわけです。あなたに対して何か好印象を持った人は、でも投げてくれないわけですね。そうすると人間関係が深まらないわけですね。皆さんの職場の人間関係もそうかもしれないけども、もしそういったものをより深めたいとか親密になりたいと、もしあなたが感じるのであれば、自分からまずボールを投げないといけないわけですね。言い換えると、それは心の扉を開くってことにもなってきますけども、なので自分からボールを投げるけども、そのボールの速度がどれだけ適切なのかっていうのは投げてみないとわからないですね。思いっきりバーンって投げたらバーンってなっちゃって、相手もなんだこの野郎って話になっちゃうわけだから、適切なコントロールで相手が取りやすいボールを投げていかなきゃならないんだけども、それも投げてみないとわかりませんので、人間関係っていうのはキャッチボールのようなもんなんで、自分からボールを投げて相手も投げ返して、その塩梅というかね、強さとかそういったことを感じ取りながら距離感を詰めたり話したりしていくってことになります。つまりコミュニケーションしながらでないと心の距離感なんて分かるはずがないですよね。それはお互いにここに座ったままって言って、こう無言で1時間向かい合ったところで心の距離感は近づかないし、心の距離感が分かるわけでもないよね。超能力者じゃないわけだからね。だから言葉のキャッチボールをしながら、相手の距離感を見極めながら、互いに適切な距離感で接していくということですよね。一つ自己開示っていうことがキーワードになるんですけども、例えば初対面の人に、私精神科医の樺沢と申します、精神科医っていうことをお伝えするということは、例えばそれも一つの自己開示になりますけど、いわゆる自己紹介でも自己開示になりますけども、自分についての情報を相手にお伝えする、パブリックな公な情報からプライベートな情報っていうのはいろいろとあると思うんですけども、最初はパブリックな情報とか、例えば精神科医樺沢翔って SNS にも書いてありますから、誰でも知り得る情報からお伝えするわけですけども、そこから仲良くなればもうちょっと親しげな情報
報をお伝えするってことで、そういう自己開示の程度を開いていくことによって、私はあなたに対してオープンですよ、私はあなたに対して敵意がありませんよ、私はこういう秘密をあなたにお伝えしているので、私はあなたに対してフレンドリーですよっていうことを示すことができますので、自己開示っていうの一つのね、その距離感を取る上でのキーワードとして知っていていいかなというふうに思います。ということで、人間関係適切な距離感を取る方法は試行錯誤、コミュニケーションのキャッチボールをやりながら測っていくしかない。具体的なやり方っていうのはまずやっていない人には分かりようがないので、自分からボールを投げるっていうこと、コミュニケーションを自分から発するっていうこと、相手に対してフレンドリーな言葉や態度を投げかけるっていうことがまず第一歩になっていますね。距離感をうまく保てると、それだけで人間関係っていうのは非常にうまくいきます。遠すぎたり近すぎたりするので、人間関係がうまくいかなかったりするということがありますので、人間関係の距離感改めて考えてみると、皆様の人間関係がもっと円滑にうまくいくのではないでしょうか。今日の動画はいかがでしたか？あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。